何でもありありだしね。今日何どっち？お願いします。はい、始まるよ。お今日はじゃないよ。イエーイ。今日は宮吉くんと一緒。はいねー。はい、ひろゆき。2回目、2回目。そう、2回目。2回目です。お願いします。当選したみたい。私、みやちゃん。はい、こちら。今日赤い？ん？今日赤い。この間、白。服によって。服と気分によって。でも私はいつもみやちゃん。みやちゃんね。一緒にいる人はいつも呼び捨て。そうなの、そうなの。しかもこう大きさ全然違うじゃん。違うね、私のが偉い。偉い人。偉いのみやちゃんだけ。そうなの。体が偉い。そう言われた、体が偉いんでしょって。その通り。ね。だってさ、ここ10歳違うんだもんね。10歳？ 10 歳違うの。50？ そうだよ。だから、私が、そう、何気なしね。言わないよね。そう、でもね。静かに結構言うだよ、うん、で私が二十歳の時に10歳まだランドセルを背負ってた。そうだね。ね。だから35で入社して、そう25。20、あ、25だって。そう。ね、そういう時もありました。そう、うん、まあしょうがないよってことで。ね。私が10歳年取ればこっちもね10歳年取るけどさ、そうね、そうしょうがないね。では今日もみやちゃんと今日はひろゆきでお送りします。よろしくお願いします。お願いします。はい、どっちこっちだよ、こっち、うん、ねお仕事忙しい、うん、今の時期。今はだいぶ落ち着いてます、ね、落ち着いてる、うん、だって私がいた頃は10月から2月まで結構ハードだったじゃん。だいぶ今こう季節も良くなってきて、まあこれからどんどん寒くなってくると、もしかしたら忙しくなるかもしれないけど、今ちょうどあの時期もいいものだから落ち着いてはいます。じゃあいいよね。私があの頃忙しかった時は3件掛け持ちっていうのがあったでしょ。当たり前のようにね。あったね。あったね。うん。そう。じゃあずっと週末も仕事で。そう。だから、うん、土日は関係なく。うん。仕事でした。そうだよね。お休みはね、友引きがメイン。あんまり関係ない。部署によって。そう。交代か。交代。ずっと今も。休める時に休む。うんうんうん。そうだね。投資の時はずっと結構投資で働くしね。そう。ね。急に呼ばれることもあるしね。そういうお仕事だっけね。そう、私は今週末は何もなかったかな。美容院行ったぐらいかな。あ、それは、うん、なんか雰囲気変わりましたね。あの秋色、秋色ですね。ちょっとあのあれ暗くした。本当はもうちょっと違う色かな、頼んだのは。クレーム？いや、あまり大きい声じゃ言えないけど。そう。クリ色な感じで。アッシュ系のもうちょっと茶色い感じだったんだけど、かな。みよちゃんは何？珍しいの、あの歯に絹を着せてるけど。あの。でしょ？いつもらしくないな。どうした？あの実はその美容師さんが来月出るので。カットカット。そうそうそう。そうねそうねそうね。じゃああのいつものごとく今日のトラ語録。今日はね、腹なんか空かない。美しい声をしていれば1ヶ月ぐらい飯なんか食わなくたって平気だ。これがね、無理無理。やっぱそうだよね。無理だよね。私もそう。なんかやっぱり若い頃は何かね、
ちょっとこう好きな人に振られたりとかね、うん、うまくいかなかったりとか悩み事があるとね、やっぱりそれだけで食欲落ちたりとか、うん、ご飯食べれなくなったりね、うん、したこともあったんだけど、若い頃はそうだったね。どう若い頃ご飯食べれなくなっちゃう時ある？あります。やっぱね、そうなんだね、かわいいよね。私ないそう、それね、一緒一緒。あのもう年々年々 ねずぶとくなってくんで何があっても何をしててもお腹だけはすくだよいつでも眠れるし、ね、そう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 、だんだんそうなってて、でもその遺伝子引いてるからねいずれそうなってる、徐々にね、そうってことでね、そうだね、食欲の秋ね、食べ物美味しいよね。まあね。ね、うん。まあ私は年中美味しく食べてるけど。そう。ね、そう。おかげでこう体重も右肩上がりで、あの冬に向けてちょっとミートテックの準備。何ミートテックって。あの日本語で言うと肌襦袢。肉襦袢か。肉襦袢。肉襦袢ね。それをこうね、着なくてもあったかいように、その準備をしてるね。うん、青木さんなんてすごい必要だね。そう。ね、お腹にはつくんだね。ミートテックが、部分的に。そうそうそう。ミート腹巻きっていうの。年取ると取れないんだよね。そう、腰回りがね、肉のつき方が変わってくるっていうか、うん、ね、なんでだろうね。うん、でも宮吉君もちょっと太った前より。当時から15キロ太った、うん、わお15だってよかった、私より太ってたよかった、ゲストさんビフォーアフターの写真見せたっけ。見てない見てない。あ、じゃあ後で見せるそうだよね。そうだって、あの頃もうちょっと顔がさ、ほっそり。そうね、だいぶね、うん、で50代だと思う。うーん、大丈夫。そうだよね、スラーっとしてたもんね。でもまあね、貫禄もついたってことで。貫禄ついたのかな。ついたと思うよ。だって久しぶりに会ったらさ、私が入った時にさ、ペーペーだったのにさ、久しぶりに会ったらもう係長になってたからすごいよね。話題変えましょう了解では改めまして、あの何のお仕事をしてるかとかね。ですよね、私今言ってたなと思って。あのお葬儀屋さん、アイネット、お葬儀屋さんね、はい、私の滑舌が悪かった。いえいえ、滑舌がそう、お葬儀屋さんアイネット、はい、アイネット、元の平安閣さんの、はい、何係っていうの。総裁部でお仕事していらっしゃいます、はい、宮吉博之さんです。はい、ね、名札はひろゆき。今日は漢字間違いない。間違いない。もう間違いなかったです。はい、ってことで、また今日もどんなお話。いや、実は前回出て結構会社の人とか友達から、うん、結構これ番組見てくださってる人みたいなんだって。私も意外だったの。意外だった。自分も意外でしたね。そう。そうで、うん、ちょっとあるある話、うんうんうん、面白かったよっていう意見もあったから。よかったじゃん。うん、ねえ。ちょっと今日も、うん、2個ぐらい。あるある話ね。はい。持ってきました。そう。だって本当にね、私のとこにも元のね、うんうん、職場のその成果部のね、うん、仲良くしてた子とかが、ねえ、なんで出てるの。宮吉くん出てるけどなんでみたいに。そう、ね、そうだから共通のね、元会社の共通の人とかも連絡久しぶりにくれて、うん、そう見たよって感じで、え、見てたのみたいな。意外とやっぱりね、ヤーズテレビね、有名ですね。すごいです。ね、すごいです。はい、じゃあ今日もあるある話お願いします、はい、パート2。急に振らない。真面目だから真面目ぐらいがちょうどいいんで、やつテレビは。そうだね。そう、足して2で
これちょっと邪魔邪魔だって邪魔言うね、いいんだよはい、お経って言っちゃうの失礼だねあ、いいよ、だってもう昔からそうじゃん、あの平安閣にいた頃からお経、はい、それがもうずっと代々、うん、職場が変わっても本当にそう、職場が変わっても、うん、お経ってそのままずっと言われてる。じゃあ今日はお経さんって言いますさっきね言った10歳上だからって言っといたもんでねそうで、今日はお経も、うん、お経さんだ、お経さんも分かると思いますけど、葬儀屋さんが使う長さの単位は昔の単位を使ってるので、剣とか尺とか寸を未だに使ってます、うん、一寸法師っていうのが 3.3 センチなんだって。一寸法師ってね、昔話あるじゃん。そう、 3.3 センチの男の子だから一寸法師なんだよね、うん、そういうことだよね。そうだから、うん、全部これこの測り方をしてるので、うん、この上り6尺とか、うん、そう、それが分かんなくてね、最初分かんなかったね分かんなかったね。だから位牌とか仏壇とかも全部この寸法で作ってあるので、で日本家屋も全部この尺貫法で作ってるので、はい、なので私たちは何センチで何メートルではなくて、この全部一尺とか、うん、あの六寸とかね。そう、でも本当それが分かんなくって、お経なんとかの幕持ってこい本社からとかって言われるけど、分かんなくってね、間違えて持ってってね、また取りに行ったり、そうそうそうね、そう、うん、これがまああるあるです。そうだから幕張、あの懐かしいね、うん、椅子乗って天井からね幕張ったりとかね、うん、隠すんだよね壁とかね。そう、そう全部こう、そう、うん、それがさ、私はすごい下手だったの。まっすぐ打ってるつもりがなんかこう斜めになってきちゃって、うん、武将隊、武将隊宮内君割と上手だったよね。意外とこう見えて器用なのね。そうそう、器用なんですよそうね、あ私は下手だったの。あの椅子乗ってこうやるじゃん、そうするとその感覚が近すぎて分からなくって、だん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 こう曲がってきちゃうんだよね。そうすると私の師匠の小林さんが、お経曲がってるぞっつって、でどうこうどうこうって言って、もうちょっと右だとか左だとかって下からこう指示が出るのね、椅子乗ってる私に対して、でここって違うとか、もうやだっつって椅子から降りてそう、うん、よかった ね、そうそうよかったそうで、そのやり取りまやーとかって平気で宗家でそう言ってるから、もう宗家の人たちすごい笑われちゃって、あんたちいいコンビだねそう懐かしいね。そうでもすごい首疲れんだよね、上向いてるから。そうそうそう、肩もね、うん、そうね。今もでもやっぱやる、今自宅でお通夜ってほとんどないからだよね、やらない、うんうんうん、やっぱ会館使ったりとかね、ほとんどもう会館だから、ね、うんうんうん、まあその方がね宗家も儲かるしね私ほらもうやめた人間だから何でも言えるんだよね、準備がね、うん、そうそうそう、やっぱりね家を片付けたりとかさ、昔はさご近所のほら土人っていう人たちが、うん、やっぱほら台所ね入っていろんなねお手伝いをしたんだよね、うんうん、そうするとやっぱさ、その時は言わなくてもさ、陰でさ、あんたのうちの台所切ったらいけるとかさ、そういうこと平気でね、田舎は言うからね。そうか、しかも中島だけか。中島だけだそう、それがね、会館だとね、やっぱ綺麗だし、何の準備もね、そうそうそう、いらないしね、うん。自分たちも楽なんだよね、そう、会館でやってもらうとね。うん、そう、いろんなだからさ、あるある話もあるし、裏話もね。ね、身内しかわからないね、からない話とかもねあって、そう、そう、じゃあこういう形で、はい、一寸が約 3.3 センチ、そう、
で一寸帽子はじゃあ何センチ？ 3.3センチ。そう復習しちゃったっけ。じゃあ尺は？尺は私も忘れちゃった、脳が老化してるから。6尺が180センチぐらい、うん、ああじゃあ1尺が30センチぐらい。頭いいね、あすごいね。まあね、葬儀はやれるよ。一軒っていうのはその一軒のあれですよね。そう、あの戸が半軒で2枚分。あそうですよね。そう、一軒が畳1枚、うん、それの6分の1が1尺。1尺勉強になったね。勉強になった、今日お利口になったね。そういうことです。お通夜の時仏さんどこ行っちゃうんですか？仏さんお通夜の時部屋閣に泊まっちゃうんですか？泊まっちゃいます。で家族も泊まっちゃいます。ホテルみたいだよね。そう、あのそうビジネスホテルみたいな感じ。楽しいんだ。まあ酒盛りやってる家族もいるけどね。いたただ自宅が一軒丸ごとあの建物の中にあると思ってくれる、うん、だからお部屋もねいくつかあって、ちゃんとお風呂もあって台所もあって、うん、楽でいいね。そうなの、そうなの、楽でねいいしね、うん、何にも準備しなくてもね行くだけでいいからね、うん、楽だよね、快感はね楽だと思います、うん、駐車場の心配もないし。そうだね、うん、いろいろね便利になってくよね、うん、はい、はい、でまだあるんだよね、あるある話。あと1個？あと1個？はい。はい。私たちの道案内の目印がなぜかこうお寺とか神社がなぜか多くなっちゃうんですよ。うん、分かりやすいから。そう。何？そう。詳しいから。結局お寺の場所は分かるじゃないですか。そう、なので、うんうん、あそこのお寺を右に曲がってとか、うんうんうん、10メートル先とかね、うん、でもさ、あの葬儀屋さんはお寺の場所と名前が一致するけど、私っちなんかはみんな同じ寺に見えちゃうんだよね。なんだね、なんとか寺とかって言ってもさ、もう一般的にただの寺じゃんみたいなさ。じゃあねここの、ね、場所を説明するときってどうやって説明します？黒潮温泉の前。あ、目立つ建物で、建物、そう、うん、うんうん、ないか、この辺はお寺がないので。あ、そっか、そうか、言いようがないもんね。あ、駅ぐらいですかね。そうだね、駅だね、駅からの案内になっちゃうか。のんべえには花の舞を言って、うん、お風呂好きな人には黒潮温泉言って、うん、今もこう看板立てるでしょ、立て看板。あの自宅でお通夜やる場合は立てます、うんうん、ね、うん、私うちのおばあちゃんが亡くなった時にやっぱ私がお世話になった師匠がおばあちゃんのお葬儀をやってくれたんだけど、看板をねすごいいっぱい立ててくれたの、分かりやすいようにって自宅まで、うん、でも私もその頃ほらお仕事してたから、うん、この立て看板1枚立てるといくらだってもうほら分かるじゃんね。そう、金額がダウンで、そんなに立てなくていいからって言って、そういうこともあったし、あのお通夜をうちでやったんだけど、うん、あの生前ねおばあちゃんが好きだった曲をね流そうよって、うん、その師匠がね、うん、言ってくれて、で美空ひばりがすごい好きで、うん、あの川の流れのようでか、うん、あれがすごいおばあちゃんがお気に入りでね、うん、それが好きだったよって言ったら、で師匠が分かったって、じゃあ俺がそのテープを用意しておくからって楽しみにしててくれって言って、でもそれをかけて、そうテープだったじゃんあの頃。あ、そうね、そうで持ってきてくれて、ちょっと早めに来てくれて、持ってきたぞ、今日持ってきたぞって言ってかけてくれたのね、うん、たら、ん？ん？と思ったらそれがテレサ店の時の流れが分かってね。流れがニヤミスだね。そうでもさ、小バジーのやりそうなコンだよね。そう、師匠が小バジーって言っただけね、やりそうなことだよね。そうなんかそういう思い出がすごく多かった、うんうんね、楽しくやってましたねあの時は。そうだね、うん、だってさ、あの携帯電話
音の鳴らないね、あの設定にしてくださいとかね、うん、電源をお切りくださいって散々自分が言ってるくせにその師匠がチャーンチャーンチャーンって西部警察ねかかっちゃうんでお寺でおいでまたさ、すっごい足音立って走ってくんだよお前が一番うるさいじゃんみたいなね、そうそうそう出るんだと思ってそうそうそう、そこ出ちゃうかみたいなねね、楽しかったよね、うん、ってか私はすごい楽しく、うん、あの頃お仕事できたなと思って、うん、ねえ、そう、でももうかなりじゃあお寺さんのお名前とかもやっぱもうそう、それはもう必須、うんうんうん、お寺さんの住職の顔と名前と覚えなきゃいけないし、そうだよね、うん、だからね、うっかりお寺さんがね外でね、ほらクラブとかでね女の子とね遊んでたりとかねするともう、ああそこのお寺さんだみたいにね分かっちゃうよねざわついちゃうもうそしたら次の日にはもう職場の人みんな知ってるからね真面目にお経を読んでてもね夜になると顔が変わるんだってね、いやいやお寺さん見てるかもしれないあのもうやめちゃったから私ねそういうことね、なるほどなるほど、あのクレームは私まで、ね、私が受け付けますこっちには何も言うねそうそうそう、あの全部クレームは私の方でお願いします処理いたしますので、ね、どんな処理をするかはまあお楽しみだけどね、そうで今日のあるあるは2つあったんですけど、もうちょっとお時間あるね。宮吉くんはあのどこの人に見えます？今日初めて見る人。さっき聞いちゃった。あ、そっか。そうそう聞いちゃったのね。どこの人ってこの辺の人？藤井だ。あれ前回言わなかった。聞いちゃいないだろみんな。言ったっけか。言った言った。ね。聞いた瞬間忘れちゃうから。物忘れがいいってやつね、うん、いいじゃんいいじゃん、私もそうだけどさ、うん、ね、あの鹿児島、あ、思い出した、うん、そんな気がした気がしたって妻隼人ね、そうだから多分こっちに来た時にすごいやっぱこっち地元の方って方言が多いじゃん、焼津弁っていうの、うん、うん、それは分かったの、分かったっていうか、うん、あ、ザ方言だなって、あ、内容はじゃあ何を言ってるかとか、分かる、分かったんだ、だけど、うん、この仕事しだして、うん、こう年配の人が多いもんだから、うん、年配の人が使 う, こう方言って何をかし思い出したごめ ん, ごめん、しぶしでなんか単語単語で分かんないところがたまに出てくるぐらい、うんうん、だよね、うん、で私も、まあ、お葬儀の時もねそうだけどやっぱね、うん、年配の方がね、うん、亡くなった時ってその、ね、年配のお友達とかがね、うん、そう来たりするからね、うん、やっぱこう来た時に何お香で、うん、持ってきてくれた時にね、うん、そう遠くからありがとうございますみたいなね感じで挨拶はするんだけどね、あんた出があったよって言われてそうどっかそっかから来たから出があったよって、そうじゃあ大変だっけね、いかん出があったねなんて話してさそう私はほらずっと地元だからね通じるんだけどね、うん、なかなかそういうのもね、一番最初、うん、こう静岡来て、うん、こうえって思ったのは、うん、あのダモンで、ダモン、え、普通に言うけどね、うん、ダモンでさってダモンでねとか、ダモンでばっかり使うそうダモンでねそう、うん、それがもうすごいこう耳についたんだ、つくっていうかもう残った、ダモンで、うん、あとケって気にならなかったですか、ケなんだっけ、そうケとか、あ、なんだっけ、なんだっけ、ケ、うん、まあそうだっけか、あ、まあダラとか、あ、うんうんうん、ラとかカシン、うんうん、はもうふ普通に使ってたから、あ、そっか、うん、だから、うん、あ、そういう風に使えばいいんだ、うんうんうん、ってなんとなく思ったんだけどだけどダモンデって言うよねそれがこう静岡じゃない人からしてみたら、
すごくこう新鮮というか。へえ、うん。ダモンデ。ダモンデさーっていう。ああ、うん。そうか。あとなんだろう。武所帯とか分かったの？武所帯、そう。あの幕張って。そう、武所帯ね。あの遺族にね、うん、あの幕張りましたってこう見てもらって、うん、いやー武所帯って言って。で武所帯って言葉が分かんなかったから褒められてるの褒め言葉だと思ってドヤ顔だったっていう、どうだみたいに、あ恥ずかしいだから知らないってすごいよ ね、ある意味ね、そう自信持ってね、うん、ありがとうございますなんて言っちゃって、 それが、まあ、まあ若いところね、うん、そうだね、武所帯も分かんなかったし、うんうん、ひずらしいとか、あーひずらしいね、わかる、わかんないよね、お母さんに教えてもらって、あ役タイムな言うね、せどっ方とかね、せどっ方って何、裏、うちのせどがさ、せどのうちがとかさ、裏のことを、ね、そう、あと私が平安閣辞めて介護の仕事戻った時に、あのおじいちゃんおばあちゃんちがこう自分で服着るんだけど間違えて着てんのね、でそれでね、服がかやさだよって言ったら、近くにいた若い子が、かやっさって何ですかって、うん、裏返し中表どっちだろうみたいなさそう、それは分かんない、かやっさって、そう、かやっさだよって、おいがだけどね、また地区限定もう慣れたけんねね、そう、ポンポンとかさ、うん、ポン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 バイクのこと、あのえそれもね、方言、方言ですよ、だって普通に使ってたね、ポンポンジョンジョンとかジョンジョン、あとチャリンコもそうだってね、チャリンコ、チャリンコ自転車のことね、チャリ、そうそうそう、チャリは言うんじゃない、本当この間言ってたかテレビでね、やっぱ言ってたっけ、九州の方さ、接待車って言わない、ん、自転車のこと、鹿児島では言わないんですよね、接待車、ケッタグイマ聞いたことある、結構年配の人が使ってるかもしれないですね、へえ、うん、面白いね、ほんと意味わかんないよね、うん、ねえ、走る車だから、あそういうこと ね、なるほど、でもそれ聞くと、あそういうふうに言ってもおかしくないなってね、うん、へえ、ちょっとあの方言でも盛り上がったんですけど、お時間が来たのでね、はい、そろそろまたじゃあパート3とか続くよね、まあもしご要望があれば、ね、ぜひぜひ、はい、ね、ぜひぜひお願いします、はい、ではこの次は藪崎恵子のザッキーと元気だよお願いします、はい、今日はアイネットの宮吉ひろゆきくんでした、ありがとうございました、またお願いしますアイネットの会員で俺